耳で読む。ヘルメス文書 10-3 神、世界、人間と英知3危機物語。魂はこのようにして懲らしめられるのだ。すなわち、英知ヌースは大門になると火の体を受け、神に対する奉仕へと定められ、不敬虔の限りを尽くした魂に入って罪を犯す者のための鞭でこれを痛めつける。そして鞭打たれた不敬虔な魂は殺人と傲慢と冒涜と様々な暴力へと向かう。それによって人々は虐げられている。これに対し H ヌースは敬虔な魂の中に入るとこれを認識、グノーシスの光へと導く。このような魂は産むことなく父を賛美し、すべての人間に祝福を与え、その父に倣い、業と言葉をもってことごとく善を施すのである。こよ、こういうわけだから、神に感謝しつつ美なる H ヌースに預かるよう祈らなければならない。こうして魂は優れた体へと変容するが、劣った体へと変容することはありえない。さて、魂の間には共同の関係がある。神々の魂は人間のそれと共同し、人間の魂はロゴスなきもののそれと共同する。また、優れたものは劣ったものを保護する。すなわち、神々は人間を、人間はロゴスなき生き物を、神は万物を保護する。実際、この方は万物より優れ、万物はこの方より劣っているからである。そこで世界コスモスは神に服し、人間は世界に服し、ロゴスなき者は人間に服する。神は万物を超えてありながら万物を包んでいる。作用力エネルギーヤはいわば神の光線であり、自然フィシスは世界の光線であり、技術と知識は人間の光線である。作用力は世界を通じて働き、世界に生来備えられた光線を通じて人間に及び、自然は元素を通じて、人間は技術と知識を通じて働く。これが万有とパンにおける支配である。この支配は一者と変の性質フィシスに依拠し、唯一の H ヌースを通じて行き渡る。これ H より神的で作用力に富み、人間を神々に、神々を人間に結ぶ力のあるものは存在しない。これこそが良き大門である。これ H に満てる魂は幸いであるが、これに欠ける魂は不幸である。父よ、もう一度お尋ねしますが、それはどういう意味なのでしょうか。子よ、それではお前はすべての魂が良きものなる H を有していると思うのか。今している話はこの H についてであって、奉仕する H についてではない。後者については先に触れたのであって、それは理系正義の神によって下される H である。そこでだが、魂は H なしには何一つ語り得ず、何一つ成し得ない。それというのも、H はしばしば魂から飛び立つと、魂は見ることも聞くこともできず、ロゴスなき生き物に似たようになるからである。 H にはこれほどの力がある。それは怠惰な魂を支えることをせず、この類の魂が体に縛り付けられ、体によって下へと締め付けられるままに見放す。そこで子よ、この類の魂は H を許さない。だからそのようなものは人間とすら呼ぶべきではない。なぜなら人間は神的な生き物であって、他の地上の生き物などに比べるべきではなく、上なる方、天に住み神々と呼ばれるものにこそ比べられるべきだからである。あるいはあえて真理を語らざるを得ないとすれば、真の意味での人間は神々より上ですらある。いや、力の点では両者は少なくとも対等である。というのも、天界の神々の誰一人として、
天の教会ホロスを後にして地上に降りてくるものはないが、人間は天までも登ってそれを測定し、天の上部にあるものがいかなる様であるか、その下部にあるものがいかなる様であるかを知り、その他すべてのことを正確に学ぶ。そして何よりも優れている点は、地から去らなくとも情報に至るということである。彼が届くことのできる距離はこれほどに長大なのである。そこであえて言おう。地上の人間は死ぬべき神であり、天界の神は不死なる人間であると。だから万物はこれら二つのもの、世界と人間とを介して存在し、万物は一者と変によって存在するのである。